ウィリアム・ブルックス・ウィリアム・ブルックスは、アメリカの農学者、いわゆるお雇い外国人として、ウィリアム・スミス・クラークが去った後の北海道、札幌農学校で教鞭を取った、アメリカ・マサチューセッツ州、サウス・シチュエットの農家に生まれる、1872年に、マサチューセッツ農家大学に入学、1873年ノース・カレッジの一室で、同級の仲間と共にファイ・シグマ・カッパを結社。 在学中にクラークのもとで植物生理学の実験に参加している。1875年に同大学を主席で卒業後も研究生として科学と植物学を専攻した。日本政府より札幌農学校の農学教師及び講演監督として昇平を受け、1877年1月に来日、クラークの同校での仕事を引き継ぐこととなった。着任後すぐに、 農学講義と農学実習、演説、討論を含む英語1880年からは植物学も担当、玉ねぎをはじめ、じゃがいも、とうもろこしといった西洋野菜を紹介し、その栽培法を学生や近郊農家の人々に指導した。札幌農学校には12年間勤務し、うち4年は教頭を務め、学生にはブル先生の愛称で親しまれた。 1882年に一時帰国した際に、エヴァ・バンクロフト・ホールと結婚、夫人を札幌へ呼び寄せ、夫妻は日本で7年間暮らした。その間に、娘レイチェルと息子、サムナーも生まれている。1888年10月、ブルックスは家族と共にアメリカへ帰国する。離任時に日本政府より訓4等局実賞受賞を授与された。1889年、 母校マサチューセッツ農科大学の農学教授に就任、同時にマサチューセッツ収納業試験場技師として勤務した。この時期にアメリカに大豆やキビを導入している。1896年8月、ブルックスは家族と共にドイツへ留学、ハレ大学で1年学び、博士号を取得した。1903年、1905から6年までマサチューセッツ農科大学学長代理。 帰国後の1906年には農業試験場の所長に就任、1918年に辞するまでこれを務める。その後1921年まで顧問を務めた。1924年に夫人が死去した3年後にグレース・ホールデンと再婚。1932年、マサチューセッツ農科大学はブルックスに農学の名誉博士号を授与、晩年は アマースとの自宅の庭を耕して過ごした、ブルックスが持ち込んだ、食用植物には、蒸気以外にも、キャベツ、トマト、ニンジン、エンダイブ、コールラビ、西洋タンポポなどがある。CF ハート、北海道から全国へ、西洋タンポポの来た道。北海道人、2007年7月27日閲覧。また、スケート靴を日本に紹介した、外国人としても知られる。 CF 北海道企画振興部 IT 推進室情報政策課氷を滑る魔法の靴スケート北海道デジタル図鑑100の物語2007年7月27日閲覧ありがとうございます